カール・フレデリック・ヒルはスウェーデンの風景映画家である。フランスで活動するうちに精神障害にかかり、その後は精神病院などで療養した。近年、病気中の作品にも興味が持たれた。ルンドに生まれた。父親は大学の数学教授であり、息子が画家になるのに反対した。スウェーデン王立美術院で学んだ後、フランスに渡り、1874年夏に、 コローラ・バルビゾン派の画家が過ごしたバルビゾン村に滞在し彼らに影響を受けた。その後4年間、サロンド・パリに出品するが落選を繰り返し、2作が入選しただけであった。恋人の死や父親の死などがあり、精神的に不安定となり、夜中に叫び声を上げたり、青と黄色で奇妙な絵を描くのに驚いた友人によって1878年2月に、 精神病院に連れて行かれた。精神障害の診断を受け、友人の世話でスウェーデンに帰国し、その後はルンドの病院などで療養をし、後に自宅で28年間、母親と妹に看護された。没後、その作品が知られるようになり、作品はスウェーデン国立美術館、イエーテボリ美術館、バルデマシューテ美術館などが所有し、 特に丸目美術館のコレクションが知られている。20世紀の後半になって精神障害にかかった後の作品も研究する研究者もあった。ありがとうございます。